でもなんですかいやいやいや、でもやっぱりすごいなと思って、そういうのを夫婦で話すと、やっぱあ熱い、熱い夫婦ですね、会話がね。うん、まあ、やっぱり、まあ、やっぱりクリエイティビティってに、ね、興味があるからね。興味があるから、あの、イライラしてしまうんでしょうね。興味がないことだったら結構、あの、受け入れられるんですけど、うんなんか、あの、ね、純粋にね。 うん、なんか例えばディズニーランドに行って文句言ったりしないですよ、僕は、全然。そういうタイプじゃないですよ。あのディズニーランドっていう場所はそういう場所受け入れるし。うん、でも映画ってやっぱり、なんかすごくクリエイティブな作品があって、ね、で、同じ映画という名前だから、やっぱりちょっとそのクリエイティビティを求めますよね。 いろんなインスピレーションとか、うんね、いろんなメッセージとかあるでしょ、はい、うんうんうんでそういう期待が大きいですよねやっぱりオスカーとか撮ると、うん、そうね、はい、でもやっぱりオスカーってこういうのなんだなと思って、うん、もうこれからはあのカンヌとかサンダンズとか、まあ、そういう映画あの映画祭で賞を取ったようなものをやっぱり見た方がいいかなとちょっと思います そういう改めて発見もできてそうですね、うん、みんな何を求めてるのかと思いますよね映画に何を求めてるのかな何本当に何も求めてないのかなとか、うん、あの感動とかあのまたこれから頑張ろうとかなんかそういうメッセージを求めてるんじゃないのかなと思ってたんですけど、うん、まあそんな感じじゃないみたいですね、うん、なるほどね、はい、なんとなくあの いなんか本自分の人生をわちょっとだけ忘れたいみたいな、そういうタイプの映画が多いですよね、やっぱり。全く影響がないんですねあ。僕も頑張ろうって思わないんですよ、あれを見ても。うん,うん そうかそうね、今の話聞いたらなんかちょっとあの自分がこうちょっとモチベーションが上がったりとかなんかやる気が出るような話はないですね。あ全然違いますね、うん、僕も頑張ろうとか主人公も頑張ってるから僕も頑張ろうとかそういう気持ちにはならないかね。うんうん、じゃあ何のために映画見るのって思いますけどね。僕はそうだと思いますけど本とかポッドキャストとか やっぱり、なんかインスピレーションもらって、あ僕も頑張ろうって思ってくれるように、こっちも頑張ってるつもりなんですけど。ううん。なるほど。はいはい。わかりました。わかりました。頑張りましょう、ノルトさん。そうですね。頑張りたいですね。頑張りたいですいや、頑張らないいやいやいや、普通、普通、普通。それぞれそれぞれのやり方があるので。はいはい。 みんないろいろな方法がありますからね、別に。そうですね。はい。やっぱでも好みっていうのはありますよ。ねうん。うん。そうね。うん、あるある。<う>もちろんその映画好きな人がいてもいいんですけど、うん、何が好きだったかは聞いてみたいですけどね、うん。うん、そうだね。<ー>逆にね。いろいろ話をしたい。そう,そうそうそう。何が良かったのかなっていうのは本当に気になる映画で、うん、あのー、聞いてみたい。なるほど。うん。 多分価値観が違うかもしれない。もし面白い,い。そうですよね。そうです。そういうことでしょうね。はい、はい。だからもちろん、この映画が大好きな人たちだってたくさんいるわけですから。はいはいはい。はい、でも、そうですね。まあ、奥さんが言うように、奥さんが好きだった理由は、うん、あのー、その、やっぱり映像とかそういうことなんですよね。うん、はい。で、僕が話してるのはストーリーの話だから、うんまあ、映像は確かに良かったですよ。うん。ちょっとでも目が痛かったな。うん <laughs> これチカチカする。早く変わるから。そうか。はい。ちょっと目が痛くなったんで、ちょっとそこは、うん,うん。ちょっと暴力的だなと思いました。うん,うん。なるほど。それも良くないな。<laughs> そう、目がね、そう、最近、疲れちゃっそう、そういうあの、早いカットは目が痛くなるから。で、新宿で見たんですね、映画を。はい。でも映画があんまりにうるさすぎて、 あの映画が終わった後に外に出たらいつもはうるさすぎる新宿の街がすごい静かに聞こえたんです、ね。これはすごいな<う>、うん、新宿がこんなに静かに。じゃあよっぽどうるさかったってことですね。まあそうですね。れはかなりエールギー持っていかれますね、うん、まあね、でも。 まあそういう意味ではいい映画なのかな。エネルギーは持っていかれたんですけど、一、うん、日寝て起きたら、今日の朝からエネルギーがあった、僕には。おおはいはいはい。<あ>なるほど、よくわからないけど。もしかしたら疲れすぎて、よく眠れたのかな。<に>うん、ああ、そうか、ぐすいで、ね。<laughs> それもあるかもしれない、確かに。なんか変なメロディカの音。 何何か聞こえますかメロディカの音。聞こえない聞こえない。私はうん。僕の子供がメロディカを弾いてます。あ、そうなんだ。意外とね、拾わないもんですよね。あ、そう。はい。大丈夫ですよ。のりこさん、どうでしたか ?1 週間。1週間はね。 まあ本当にそんなドラマチックじゃないですね、哲平さんに比べて。普通ですね、本当に何もごめんなさい、私、毎週なんかもういいこと、いいこと,と話せないんですけど、本当にいつもと同じでした。いいや、仕事して、て食べて、寝て、そうそうそう、自分のことやって、うん、繰り返しですね。だからそういうなんか変わったことがない、全然。あ、でも雪は降りました。2日前、<laughs> また。 <laughs> そのぐらいかな。でちょっと寒いなって言って<ー>、うん、なん全然春にならないじゃないかみたいな、うん、そいう,どういうことだみたいな、ね、もう春かなって思った天気があったんでしょちょっと前すごい暖かったそうなんですよでもちょっとまだねここに来て何ですかこれはみたいな、うん、えなんか積もるぐらいの雪でしたいやいやすぐ溶けました<え>はい、あ。 うん、本当にそれ今回は積もらなかったけど、うん、あのまあでもまあ薄く残るぐらいで、ね、そんなめっちゃ、うん、あの何センチとかそういうわけじゃなかったんですけど、うんうん、はいはいまあでも早く春が来てほしいなと思ってますよでも、うん、でもあの寒い割にはやっぱ花粉症は来てますねもう本当にあそれも最近<あ>そう私鼻水がズルズルして薬を飲んであそれもちょっと嫌なことですね 薬はなんかあれですかちょっとアレルギー用の薬うんそうですね、はい、あと鼻になんかプシュプシュみたいな、うん、それはねまだやってないですね、うん、ここ今期こ,このシーズンは、うん、するかもしれないけど今後、うん、はい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 そんな感じですよなんかね僕の奥さん花粉症なんですけど、うん、あの目,目の薬を目薬を使い始めて結構いいらしいです、うん、目薬いいですね はいなんか鼻と口はまあ奥さんマスクして花粉が入らないようにしてるんですけど、うん、目目にやっぱり入るらしいんですよねなるほどねはいで目にあのサングラスみたいなのなんかサングラスじゃなくてなんかクリアグラスみたいなのあるでしょ、うん、花粉症のためのあれとマスクを両方するとなんかこう曇って全然見えなくなるんで <laughs> そう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 でしょうね だから、目薬を使い始めて、結構いいらしい。目 <laughs> 薬はいい役に立ちます。うん、効果すぐある、うん。いいですね。はいはいはい。そんな感じで、ごめんなさいね。本当に、毎週聞いていただくのに、なんか変わったことがないね、最近は。<や>まあでもいい、そ,うそ,うそれはいいってことですよね。はいはいあそういうことでしょう。あのー、本当に、なんか、先週どうでしたか、のりこさんって言ったら、いや、足が折れて、うん、お腹壊して、<laughs> なんか、<laughs> あの嫌だ嫌だちょっと怖いですよね怪我しましたトイレ間に合わずにこぼしてとか嫌だ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 ええって今軽く受け流したけど今考えたらものすごいシチュエーションですそして滑って転んで頭をぶつけてもう全て忘れてしまいましたあなた誰ですかみたいな そんなこと言ったらちょっと、ええってなりますよ。怖いですね、それは。よくない、よくない、よくないです。何もなかったっていうのは、あの、足を折ることも、骨を折ることも、お腹を壊すことも、おしこを漏らすことも、何もなかったということで、素晴らしいですよ。大成功。大成功。そう一週間も合格。悪くない、悪くない。そう。悪くない。もう、素晴らしいことですよ。生きてた、のりこさんが。 あありりががたたい、い。今日、ズームのインビテーションしてね、ズームの招待して、毎週毎週ね、のりこさんがあれをアクセプトして、僕は安心するんですよ。あい、生きてた。それまた大きさですね。うそ嘘そ、そんなことないででも怖いですよね。でもある日突然、本当にお父さんもなく連絡取れなくなったりすると怖いですよね。確かに、に。本当 まあのりこさんの場合は共通のね、知り合いの人もいるから、うん、生徒さんとかね、何が起きたか分かるでしょ、まあまあ、何かあったら分かるかもしれないけれども。そうそうそう、そして、ね、な,るなんか、なんか、僕のレッスンでね、あ先生、こんにちは、みたいなあ、そういえばのりこさんが <laughs>、大変なことがあったらしいですよ、みたいな。<laughs> やだ、まあ、そんな報告がないようにね、いはい、普通が一番ってことなね。 そんな本告はやっぱりみんな笑ってはしないでしょうね。ってっぺい先生、<laughs> 聞いてください。噂で聞いたんですが。のりこさんが <laughs>。やめてください。なんかちょっと、演技でもない。うん、演技でもない。のりこさんが。のりこさんが。とうとう。とう,とうヌーテラ食べ過ぎて。ヌーテラ食べ過ぎて頭おかしくなって。最近食べてないんですよ、ヌーテラ、本当に。 家に,ね、家にあるけどね。家にあるけど、蓋を開けてません。家にあるけど、蓋を開けてない。うん、それは何ですか何かの,あのゲームですか何かの我慢比べ。いやいやいや、なんか朝ごはんで、その、まあ、その、ヌテラを食べる気が最近ないということですね。それだけ本当に。<え>うん、病気ですか。旦那さんは相変わらず塗ってますけど。はい,はいはい。えじゃ何を食べてるんですかうう代わりに。バターは私はね、うん、うん、いや、バターとんでもない。 <laughs> とんでもない。えっと、私は何を食べてるかな、さ、うん、あ、の、あれですよ。あのグラノーラ。あ、そっちね。はい。最近は。トーストをやめたってこと。ことはい。最近は、最近だけ、ね、最近だけ。はい。うん。そうですグラノーラ。あの、トーストといえば、すごい面白い話をって言って、これは誰に教えてもらったかな、なちょっと忘れたんですけど。うん、生徒さんに教えてもらって。うん、トーストサンドイッチって知ってますトーストサンドイッチ。なそれ、ホットサンドみたいな感じ?。 違うんですよね。<う>これなんか、何々、新しい食べ物いやいや、古い食べ物。なんか、イギリスで、うん、まあ、100年以上前に、なんか、レシピが考えられて、はい、あの、うん、ウィキペディアにもあるんですけど、トーストサンドイッチ。うんうん、でトーストサンドイッチは、あのまあ、3枚の、まあ、パンを準備するんですけど、はい、1>, 1枚だけトーストするんですよね。そして、それを真ん中に入れて、柔らかいパンで、 サンドにするんだよだからトーストサンドみたいな感じでする。だからトーストサンドイッチなんですけど。えーえー、んトーストサンドイッチ、あなるほど。はい。はいはいはい、はい。その、サクサクと中はサクサク、外は柔らかくて美味しいっていう。うん、でも本当にウィキペディに載ってるんですよね、これ。はいで。僕最初にこれ冗談と思ったんですけど、はい、まあ本当になんかそういう話があったらしいですね。 もちろん、イギリス人の人でも今は食べないですよ。っていうか、誰も食べないですよ。うん、はいはいはい。昔昔の話だからね。でも、そのアイディアが面白いと思いましたよね。うんうん、そうですね。ほんとね。うん、じゃあ、食べてみたちはアいです、うん、いいえ。<laughs> <す> <laughs> 食べてみたいですかう僕うん。まあね、いいかもしれない。あの、僕は実はちょっと今、太る、太りたいんですよ、ね。 そうそう。そうでもなんか、でも、でもこれはさ、体質の問題だって言ってたじゃないその食べても太らないから多分、どうやって太らせるのじゃ、逆に。やっぱり人間諦めたらそこで終わりですよ、ね、<laughs> 怒られた、そうか。諦めたら試合終了です。じゃあなんか、太る、自分、え、え自分が太れないとか、そう、だからそんなこと言ってたらもう一生太れないです。 そうか、失礼しました。ね、俺は太るか。い何ちゃんこ鍋ひたすら食べるわかんない。だからね、最近ちょっと太り方をいろんな人に聞いてるんですよね。<laughs> ね<ー>痩せた人には聞けないんだけど、ちょっと太った人を見つけては、うどうやって太ればいいんですかって聞くんですけど、みんな怒るんですよね。あの、うですよね、はい。奥さんにもちょっと聞いたんですよ。うん、いど,れどうやって太ればいいの はい、奥さんがどんどんイライラしてきて。<laughs> でしょうね。何を食べればいいんだういうことなんで私に聞くの<え><う>みたいな。君はお腹が空いてないけど食べることができるのみたいな。<laughs> どういうこと <laughs> みたいな。今日一緒にチョコレート食べたんですけど、一つ、はい、一つチョコレート食べた後に奥さんが二つ目を食べようとしたんで、僕は、えそれどうやったらできるのみたいな。 僕はそれができないんだ。教えてくれ。<ー>どうやったら2つ目のチョコレートを食べたくなるんだ, <laughs> だから奥さんがイライラして、もう去っていきました。そうですよね。そんな。うん、いや、普通に食べたらいいじゃないですか、じゃんでもなんか食べる気がないでしょ、はい、その。だからそれをでも無理やり食べなきゃいけないってことですよね。<laughs> てっぺ平さんの場合無理やりね。そうそう。そういうことですよね。てっぺ平さんの場合はよ。 うん、なんか全然興味がなくなっちゃうんですよね。ねあ、そうか。なんか食べた後、もうちょっとお腹が少し膨れたら、うん、もう食べ物のこと考えたくなくなるんですよね、急に。うんい甘いものもちょっと食べたらもういいんですよね。うん、もういいやって感じ。そうなのうん。そうか。じゃあちょっとやっぱり太るの難しいんじゃないいや、太りたい。うん太りたい理由があるんですよ。 なんですか。あの、オンラインショッピングで服を買ったんですね。あ、服、あ、それはまた新しい展開ですね。はいはい。どんな服を買ったんです。いや、めちゃめちゃかっこいいジャケットを買って。あの。でも、春、春の。春の服。まあ、春はティみたいな感じかな。はいはい。すごいかっこいいし。もう絶対にもう。返品したくないんですけど。はい。ね、リターンですね。返品はしたくないんですよ。ちょっとだけ大きかったんですよね。 ああ、サイズが。いや、サイズっていうか、<ー>僕が痩せすぎて。うん。うなんかちょっと着こなせてないってことそう、もう少し普通の人くらい太れば、入れるんですけど、うんうん、なんか気がつかない間に自分のサイズが小さくなってるんですよね、うん。あれあれこの服の M サイズですよ、M サイズ。M サイズがちょっと大きくなってるんですよね。やばいな。うわぁ、やばいな。 それはまずいよな。うん、だから太りたいんです。こそうか。うん、え、じゃあ、違う違う。これは筋肉をつけた,つけた方がど、これはどうですかじゃあ、運動です、運動。まあね。<laughs> そういう知ってたでしょわかってた。実は分かってたけど <laughs> で。でも食べないと筋肉つかないでしょいやいやいや、まず運動して。まず運動するの。まず運動したら僕ね、たぶ、うん、ガンディみたいになんかこう、細く筋肉になっていくと思うんですよね。 いや、いやでもなんかちゃんとあのパーソナルトレーナーさんに聞いて、で、プロテインを取り始めるんですよ、プロテイン。いや、プロテインはちょっとお腹が。じゃあ無理じゃん、無理な話じゃなくて <laughs> あとパーソナルトレーナーもちょっと無理。そ <laughs> うですか。だってパーソナルトレーナーってちょっとあのムキムキの男でしょ。そうですね。もちろんいや僕はちょっともうその、なんていうの。もう、ムキムキの男にはもう本当にもう嫉妬して、 そいつを殺してしまうかもしれない。なん,なんで君はこんなにムキムキの男なんだ。んムキムキなんだ。そう。意味がわからないですね。そうですね。ちょっとね、<laughs> うん、よくわからない展開になってしまって、どうリアクションしているの自分が情けなすぎて、ね、自分があまりにそ,、ね、そのムキムキな男と自分へ、ね、に入って、はい、もう自分のプライドが壊れて、自分が壊れる。うん そしてもう、うあいつを殺すしかない、そうじゃないと、僕は自分を見失ってしまう。う難しいな。とまあ、まあ、1> 1でも食べなきゃいけないよね。食べなきゃ太らない。運動しなきゃいけないね、それでやっぱり。でも、私には程遠い話ですね。そのいや,やっぱり、のりこさんのニューテレが必要です、ね。ちょっとそれを送ってください。今送ってください、それを。 いやいや、日本でもスーパーで買えるんじゃないのいやいやいやそれ、それのりこさんが使ってないから、あの、送る方法があります。エブリシング・エブリウェアと同じ方法で、変なことをやればそれ送<ー>れるんで、今すぐ。今すぐはい、鼻水出して自分で飲んで、うん、うん,なんかそ,そしたらワープできるってことんそう。うん、はい鼻水を出して、それを飲んで吐き出してください。 いやだ、すごい疲れるな、そのでもね、その映画本当にそういうことするんですよね。そう。本当に。ははいいあるなまあ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 。あっという間に時間です。よくわからない話になる。よくわからないまま。すいません、皆さん。はい、いつもありがとうございます。はい、また来週。はい、また来週。失礼します。はい、失礼します。あとで、必ず電話しますから。私は拒否します。また今度、なりこさん。はい、また今度。ありがいます。